こんばんは、稲垣淳一です。もう4月末でも春が、その辺にいっぱいという感じなんですけども、今日はですね、もう1時間ごゆっくり、聞いてください。
さ。ひと夏の恋は魔法、季節を抜けた時誰もただの男、退屈な日々に思いがけずプラス青い追憶とバハマエアポートを聞いてもらいましたが、早いもんでもデビューしてまして、デビューしまして、もう1年とですね、もうちょっとなんですけどもね、もう東京に来てからはですね、満2年とちょっとなんですけども、もうあっという間と言いますかね、あんまり住めばね、仙台にいた頃っていうのは東京に住むと言いますとね、10年ぐらい前に一度住んでまして、その時の印象があんまり良くなくてですね、嫌だなとかありましたんですけどもね、住めばもう都と言いますか、どこも同じみたいな、そういう感じがしますね。じゃあですね、そのデビュー曲を聴いてもらいます。片手で支えて、電話のボックスで唇を噛んでる、乾いた交換の声が優しげに、使われてませんと告げれば忍び、Tokyo
せっかちに求め合い暮らしてた。
しさ横顔には夢の名残もしも深く問えば傷つけてしまうだろう。テイクアウトのピッツァ受け取るあなたはほんのわずか頬を染めて恥じらうみたいに僕を見たそこ優しさで済ませない言葉一つが気がかり。あなたが愛を歌える腕は俺だけ動かないで、だから心の色を形に変えてあなたへ。月曜日にはバラを
地に名前があるなら付けたい。雨のリグレット、そして2463AM と月曜日にはバラを、3曲へ聴いてもらいましたが、さっき10年ぐらい前に一度東京に出て、やってたと言いましたが、その頃はですねやっぱりバンドをやってたんですが、ディスコとかですね米軍キャンプなんかを結構回ってましてね、その頃ってのはバンドをやってもこの金が入んないんですよね。それでなんかあんまり印象が良くないと言いますかね。その頃もマネージャーみたいにいたんですが、競馬かなんかで使っちゃうとかね、ひどい話がバンド3つぐらい持って2つに金回して1つのバンドには金が来ないとかね、そういうのがありましてね、それで4畳半かなんかにねうちのメンバーと3人ぐらい住んでたんですけどもね、悲惨な生活でもう大家さんがこう家賃のこの取り立てに行きますとね、この隠れるんですね。隠れてなくたってこう見えないんですけどもね、こう隠れるとかね、そして押し入れかなんかに寝てましてね、そしてその頃っていうのはね、いつもね東京の空っていうのはねこうどんよりしたね灰色のそういうイメージで、なんかその頃と比べると最近の方がね東京の空っていうのはね綺麗だっていう噂がありますね。噂じゃなくてね、そういう統計的に出てるという話です。その頃からですね結構ね趣味といいますかね、いろんな好きなものがあるんですが、買い物なんか好きなんですかね。近所にスーパーマーケットがありましてね、この野菜の選び方とかですね、うどんとかそばの麺の買い方、うどんとかですねそばの買い方は、下の方から買った方がね製造年月日がこの新しいというね、その辺のノウハウをもうこの頃ちゃんとね使いましてね、で八百屋さんで買った方が野菜は絶対ですね、スーパーっていうところはですね大量にこう仕入れてですね、徐々にこう出していくといいますかね、月曜日にちょっと出して火曜日に出して、だから鮮度が落ちるんですね。それと仙台の野菜と東京の野菜を比べますとね、この東京の野菜の方が淡白ね、それ言いますとねそうかななんて言われるんですけどね、ほうれん草の味一つを取ってみてもねこの微妙にこの違うんですね、仙台と東京ではね。そういうのとかね、あとプロレスなんかも好きですけどね、もうそういう話も大変なんでねしちゃって長くなんでね、また曲に移りたいと思うんですが、この間でもちょっと前なんですが、シャイライツというねセカンドアルバムが2枚目のが出まして、その中から2曲聴いてください。まずロンリーガールです。Se pulir, así yo, cuido
する悪い女と指をさすよ。そうさ、いつも唇を濡らし男ためにして今伸びる。 Because love is all 素直になれよ。 Because I love this all 何も言わずに今夜の俺本気なのさ。一度の過ちも男には許せないから今夜一人きりで忘れるほど酔ってしまいたい。今夜と終わり呆れるほど悪い夢さ。
白田明。土方隆之。キーボード横田隆一郎。酒井のりお。ドラムス辻野龍弁。メンバー紹介をしましたがですね、このトピックスという名前なんですが、もう俺がつけたんですが、もうぴったしのもう最高の名前だという噂があんまりないんですけども、そういう話はいいんですが、結構ね、あの稲垣さんってこのクールな人とかね、ジャケットを見ますと最近のジャケットはアントニオ稲垣という、高杉稲垣とかね、高杉純一とか、そういう噂もありますが、結構ねドジな人なんですね本当は、あんまり皆さんの中でのドブに落ちたという人はあまりいないと思うんですが、ドブに落ちたことがありましてね、この間あるラジオを聞いてましたら、ドブに3回落ちたというね、芸能人の方がいましたが、俺の場合は1回なんですけどもね、それは高校ぐらいの時に友達と3人ぐらいで歩いてましてね、右端がやっぱりドブになってましてね、それでこうところどころ穴が開いてたんですね。その頃というのは、今コンタクトレンズやってるんですが、目がやっぱ悪くてですね、見えなくて、急にこう俺が消えたわけなんですが、あとの2人っていうのが、あれお前稲垣消えちゃったよみたいな、こう探してるんですよね。で俺はドブにも落っこっちゃってね、ああ俺こっちだみたいなこと言ってるんですけど、見えないしね、まあ、それからバスに乗ったんですけどもね、臭いのなんのってもう大変な騒ぎでね、バスに乗ったらもうその辺の人がみんなこっちを見てね、嫌そうな顔をしてましてね、もうそういうことがいっぱいあるんです。もう自転車のシリーズもいっぱいありますけどもね、最近ですとね、車が多くてですね、この間ですね、仕事でだいたい自分の車を使って回ってるんですけどもね、首都高速が、走ってますが、そこで、走ってたんですけども、横浜から帰る途中だったんですけどもね、なんと車から火花が散りましてねびっくりした。そしてその時はですね、うちの事務所の、若い人が運転してました。助手席に座ってたんですが、お前火花だちやばいやばいやばい、ちょっとなんて言うんでしょう、デコボコかなんかがありますとね、パチッパチッと火花が散るんですよ。
それでも首都高速ね、60ぐらいで、まあ、とことこ走ってましてね、なんかどっかの出口で出ましてね、スタンドで見てもらったんですけどね、そしてヒューズは飛んだりですね、それからね、この間なんかね、甲州街道を走ってましてね、陸橋になってるんですけどもね、上の方を走ってたんです。そしたらね、ウィーンと走ったらだんだんこう回転が落ちてきたんですね。アクセルを踏んでもこうスピードが出なくなっちゃいましてね、おかしいなって電子としちゃったんですよ。そしてね、ガソリンはまだあるしな、おかしいなと思ってね、しょうがないんでもう甲州街道の端に止めましてね、電話してね、呼んできてもらったんですけどもね、専門のね会社がありますが、そしたらね、なんと、なんだと思いますか皆さん、ガス欠だったんですね。これがもう恥ずかしったらありゃしないんですけどね、まあ、近所にガソリンスタンド屋さんがあったんでね、もうガソリン買ってきてね入れた方が早かったんですけどもね、まさかガス欠ってことはないと思ったんでね、そういうね、もう大変ドジな人なんですよ。レコーディングの時はね、あまりドジやれませんでね、次の曲なんかもね、これはドジなんか全然やんなくても最高の状態でレコーディングしたんですけどね、これはですね、井上明君がね、なんと編曲と作詞をしてましてね、他のアーティストにね詞を提供っていうのは初めてなんですね、もうそういう曲なんです。大敗的なムードでエスケープ聴いてください。
光るアスファルト二人佇むは都会の夜はドラマティック。車のライトがまるで変な恋誘うよ。もしもこのまま落ちてゆくなら Escape と Dramatic Rain 両方とも背徳的なこのムードの曲なんですが、今はですね、一休み期間中といいますかね、秋にまたこのツアーが始まるんですが、それともうちょっと経ちますとね、今度ね3枚目のアルバムのですねレコーディングも今年年内中に始まりまして、そして発売はですね来年の頭ぐらいか今年の末ぐらいだと思うんですけども、それでまた、なんて言うんでしょうね、昔ビートルズとかねいろいろアーティストがいましたが、ビートルズなんかはアルバムいっぱい出ましてね、そしてやっぱり必ずビートルズだったら買っても失敗がないっていうようなね、そういう風な感じだったんですが、最近のアーティストって言いますとね、アルバム買っても1曲だけとかね、そういうのが多いんですけども、俺の場合やっぱり捨て曲みたいなのやめようっていうのはそういうコンセプトにありまして、いい曲を歌っていこうって常にありましてね、やっぱり期待されてもね、稲垣のアルバムを買ったらもう失敗がないよみたいな、そのぐらいのアルバムをですねいつも続けて作り続けていきたいといつも思っています。
もうそろそろね残りわずかになってきたんですが、またじゃあ次の曲を聴いてください。約束しないとせめて泣き疲れた視線のままにいつか軽い寝息の君は急にあどけない顔して「さよなら言うなら今がきっと最後のチャンスなのに」「思いと裏腹ない指が君の」コーピーの下がる壁に白いシーツ素肌に巻いて君はあの日遊びでいいと言った俺の最後の1曲をのみ、残すのみとなったんですが、そうですね、
こういうねスタジオライブっていうのはね、結構やってきたんですけどね、今日はねでもね結構緊張してきましてね、結構なんで人がいた方がねこのやりやすいですね。なんかね人がいないんでね、なんか周りでこう聞いてるぞみたいな感じで聞かれるとね、結構こっちの方もねプレッシャーがこうだんだんかかってきましてね、緊張してやってましたがね、たまにいいもんで、さっきアルバムのね、コンセプトみたいな話をしたんですが、シンガーというそういう部分ではですね、なんて言うんでしょうね、うまいシンガーとかねよく言いますが、あんまりうまいシンガーにこうなりたいと思わないんですね。どちらかと言いますとね、ジョン・レノンみたいなね下手じゃないんですけども、いいシンガーの方になりたいと言いますかね。これジョン・レノンが死んでね、ビートルズのアルバムねやっぱもう一回聴き直したんですけどもね、やっぱりジョン・レノンというのは素晴らしい、もうねシンガーとしてもね、何がいいかと言いますとね、やっぱりこの声っていうのはね、その人が出るんですよね。人格と言いますかね、魂なんですね、その人それぞれに持ってるね。でそういうね、やっぱりスリルのあると言いますかね、俺がよく言うのはスリル、スピード、サスペンス、これが歌のですねボーカルの三大要素、スリルとスピード、サスペンスなんてことを言ってますがね、そういうシンガーを目指してですね、いつも、頑張っていきたいと思います。それじゃあ最後の一曲です。 Long After Midnight。持ち主さえ